染色作家といっても私がやってるのは染色の中でもろうけつ染めという技法を使った作品を作ってます。私はそのろうけつ染めの技法を使って絵画としてアート作品として作品を発表しています。私は豊富な自然のある場所で育って、自然の中にある理屈を超えて心に刺さる美しさっていうものを小さい時から常に感じてきたんですよね。人間の一番近くに存在する自然物ってなんだろうなって思った時に、やっぱり花かなと思っていて、小さい時から身近な存在であって最も美しい対象物であるんじゃないかなと思ってます。時間をかけて丁寧に作っていくのが工芸の素晴らしさだと思ってて、常に五感を研ぎ澄ませながら制作に取り組むことを心がけてます。美術と工芸の境目ってすごく曖昧だと思うんですよね。その隙間を私が新しい定義として自分なりに埋めていけたらなって思うんです。